2月15日、坂出市の勤労福祉センターで行われた地域防災グランプリは、防災に特化した中間支援組織として昨年11月に立ち上げられた地域防災推進委員会が主催して今回初めて開いたものです。まず最初にこの地域防災推進委員会の委員長で香川大学創造工学部教授の長谷川修一さんによる地域防災は自分たちが主役と題した基調講演が開かれました。長谷川さんは大規模な災害が発生した場合は公的な支援は期待できない、すぐに助けが来ないという覚悟で地域の特性を把握した住民たちが主体的に地域防災計画を考える必要があると話しました。ただ自分たちの町というのは当たり、いろんな方が地域で防災活動やられてますけど、やはり参加者が少ないとか、地域ごとに悩みを抱えられていると思うんですね。そこら辺をこう応援したいということです。地域を歩きながら地域の方と一緒に考え、地域を良くしていくということを、一緒にやりたいと考えています。講演に続き地域の自主防災組織がそれぞれの取り組みについて発表しました。今回参加したのは府中地区石井自治会、東部地区社会福祉協議会防災福祉部、坂出市中央連合自治会、坂出市林田町青少年健全育成町民会議の4つの団体です。審査の結果、東部地区社会福祉協議会防災福祉部が実績などを評価されグランプリに選ばれました。